佐賀空港への自衛隊のオスプレイ配備をめぐり、県は今日、佐賀市や JA、県有明海漁協の3社と空港施設を増設するための事前協議を始めました。事前協議は空港施設の増設や運用を変更する場合に佐賀空港の建設時に結ばれた公害防止協定の当事者が行うものです。今回オスプレイ駐屯地と空港の滑走路を結ぶ誘導路の工事に入るにあたり、県は協定当事者の佐賀市や JA、県有明海漁協の3社に工事計画などをまとめた文書を手渡したということです。オスプレイの駐屯地をめぐる事前協議は今回が初めてです。3社からの了承が得られれば、来月中旬からフェンスや仮設水路の設置など空港エリアでの工事が始まることになります。今後県は防衛省からオスプレイの運用計画が示されれば、再び事前協議を行う方針です。